で助け合う時なのに、いがみ合いばかり、醜い争いや欲望を渦巻く悲惨現場、被害の違いの温度差に悩まされて心がおかしくなる。災害は忘れた頃にいつかやってくるけど、時が過ぎあの時感じた大切なもの見失い、過ちをまた繰り返してゆく。明日死んでも悔いのない人生と言えるかい。あなたの日常